こんにちは、大友純です。今日も Vlog 撮っていきます。よろしくお願いします。はい、今日はですね、Q3 のお話をしたいなと思っています。僕の使っている、カメラでライカの Q3 っていうカメラがあるんですけど、これがね、今使って半年以上経つんですかね。で、そろそろこのカメラのいいところ、使いにくいところみたいなのがだんだん分かってきたので、その話をちょっと今日はしたいかなというふうに思います。で、今日は、いいところですね。ここが良いだよ、Q3 ということでお話ししていきたいと思います。今日はいいところですね。はい。で、軽いものから、ちょっと自分がすごくね、思い入れがあるところまで5つぐらいちょっと話ししたいなって思ってるんですけど、まず軽いものからだと、まずね、名前が良いです。名前かよって話なんですけど、Q3 でしょ ?Q っていうね、種類ないんですよ、あんまり。だから、検索も引っかかりやすいし、あとね、すごい覚えやすいですよね。Q3 とか Q2 とか、これやっぱいい名前つけたなと思いましたね。別になんかその Q っていうのがね、悪い響きもしないし、そう。だから、まず名前がいい。うん、覚えやすい。親しみが持てる。いいですね。2番目が、見た目が良い。僕のね、Q3 はもうこんなね、スキンシールとか貼っちゃって、カバーもつけちゃってるんですけど、これがなしの状態だと、もうほんとグリップがないフラットの状態で、黒い真っ黒なカメラに、ここの赤バッチ、ライカの赤バッチだけがついてるみたいな感じなんですよね。すごくこう、なんだろうね、オールドスタイルなのか、オールドスタイルって言っていいのかな。すごくね、見た目いいです。僕の知り合いの人なんか Q3 使ってて、もうドノーマルというかね、その黒いまま使っている方もいますけど、結構これがいいっていう人も多いんじゃないかなと思います。で、それをこう手に入れられてるとか、それを使えてる所有感とかね、そういうのも所有欲みたいなのを満たせるし、いいんじゃないかなっていうふうに思います。3番目、ここからがちょっと機能的なことになっていくんですけど、まずね、コンパクトです。すごくこれフルサイズっていうね、大きいセンサーを積んでるカメラなんですけど、それにしてはね、コンパクトで軽いです。で、レンズ一体型なんで、ガチャガチャってここ外れたりはしないんですけど、いいレンズも積んでるし、ボディもそんな大きくないし、女性でも扱えると思います。このコンパクトでフルサイズセンサーを積んで、で、動画もガシガシ撮れてみたいなのって、今もうソニー機ぐらいしか出てないと思うんですよね。で、なんて言ってもやっぱりこれね、8K 撮れるんで、8K の動画撮れるんですよ。なんで、これだけコンパクトで 8K の動画が撮れてフルサイズでっていうのは、もうこれしかない。ソニーは 8K 撮れないんでね。これしかない。現状唯一無二のカメラなんですよね。で、4つ目なんですけど、4つ目はね、暗所に強いっていうところですね。まあ、6400、ISO 感度6400ぐらいまでは使えるかなっていう感じがありますね。イルミネーション撮ったりとか、あとはその、なんだ、夜のね、催し、あとはなんだろうな、鎌倉のぼんぼり祭りでもいいですし、今やってる江ノ島の灯籠でもいいんですけど、そういう場面でこういうのを持っていくと、すごくいい写真が撮れます。この間僕が、江ノ島の灯籠を撮った時も Q3 で撮ってきました。やっぱコンパクト で暗いところも撮れるし、で、暗いのにも暗い中でもかっちり撮れるみたいな、画素数もすごく多いので、だからそういうのにすごい適してるんですよね、 Q3 は。だからね、だから総合的に考えて暗所が強いみたいなことも言えるのかなっていうふうに思いますね。で、なんか暗所でこう助けられた場面で思い出すと、僕、子供がね、去年まだ幼稚園通ってたんですけど、そこでクリスマス会でね、後ろの方でビデオ三脚立てて R5C で 8K で撮ってたんですよ。じゃあこれから皆さんこう外に出てください、園庭に出てくださいっつって、で、外で皆さんがろうそく持って、子供たちもろうそく持って外でちょっとクリスマスソング歌いますみたいな感じがあって、えみたいな、僕全然事前に知らなくて、ビデオ三脚こんな構えちゃってるけどどうしよう、これ持って外行くのみたいな、えこんな人がたくさんいて、それはもう今更できないなみたいな。で、 R5C だけじゃあ持っていくかってなっても、 R5C ってボディ内テーブル補正ないんですよ。光学式のボディ内テーブル補正がないで、レンズのテーブル補正に頼るんですよね。で、まあ、あとはこうクロップさせて電子テーブル補正っていう手もあるんですけど、まあどうしようかなどうしようかなと思ってたら、 Q3 も持ってってたんで、もうこれでいこう、これ1本でいこうってことで、 R5C とか置いておいて、で、これ Q3 で撮りました。Q3 も 8K 撮れるんで、 8K で手ブレ補正入ってますんで、これはこうやって構えて撮ってました。結果大成功でした。いきなりのね、もう明るいレンズついてるし、 F1.7 でね、ズミクロンついてるんで、そういう意味でも
いきなりのそういう場面に対応できたっていう意味で Q3 にすごい助けられた出来事でしたね。はい、で最後5番目なんですけど、移りですね。移りまあ抽象的なんですけど、まあ、このグズミクロンっていうねレンズがついてるんですけど、これは Q2 の時から1世代前 のカメラから変わらずこの同じレンズがついてるってことなんですけど、まあこう難しい仕様になってて 28mm 焦点距離なんですけど、そこからクロップさせていって 35mm、50mm、75mm、90mm みたいな感じでどんどんクロップさせていくことができるんですけど、ボタンでワンタッチでね。でやっぱりこうなんだろうな、 28mm とかでとガンガン撮っていくと、自分的には 28mm って結構難しい画角なんですけど、 28mm で F1.7 とかで開放で撮っていくとなんかね空気感が取れるみたいな。なんだろうな、ちょっと表現しにくいんですけど、ピントが合ってるところからボケていくまでの過程のその滑らかさっていうか、そのロールオフとかに言うんですかね、そういうのの良さとかもすごい感じますし、あとピントが合ったところのシャープ感も結構あるし、そういいですよ。線も細いしね、髪の毛なんか撮っても線も細いし、そうすごくそこら辺はいいです。でただ、もうズームレンズじゃないんでね、そのクロップさせていくんで、クロップさせていくごとにどんどん画素数が減っていくんで、まあ、50mm とかになるともう1000万画素台になっちゃうんですよ。なんで、まあ、使えてそこら辺までが現実的なのかなっていうところはあるんですけど、まあ、僕的には 28mm とか 35mm で進化を発揮するかなって、 50mm まで追ってっちゃうとなんかいまいちかなっていう感じがあったりするんですよね。なんでおすすめは28か 35mm の焦点距離で撮って、で開放でね、もう F1.7 とか F2 とかもうそこら辺で撮っていくっていうのがいいかなっていうふうに思うんですよね。でパワーフォーカス気味にね、すごくこう絞って撮っても、まあそれはそれでいい絵にはなるんですけど、ボケ感を生かしたね写真を撮ってる時よりかはいい写真になってるなっていうふうにはあまり感じないっていうか、まあそこら辺はこのライカのズミクロンがねの特徴なのかちょっとよくわからないんですけど、僕はそういうふうに感じましたね。なので F 値はこう明るい方向で F1.7 とか F2 とかね F2.8 とかそこら辺で撮っていくとなんかいいような気がします。はい、いかがだったでしょうか。Q3 で撮った Vlog なんかもね過去ちょっと出させてもらってますし、江ノ島のイルミネーションとか、あとはこう横浜の中華街の春節祭とか、あとこの間の江ノ島のぼんぼりとかね、ぼんぼりじゃないや、灯籠か灯籠なんかもこれで撮ってますんで、そこら辺の動画もね過去動画をぜひ概要欄に貼っておきますので見ていただけましたら幸いでございます。次回はねちょっとこの Q3 のいまいちなところというか、僕が使いにくいところとか、そういうのをちょっとお話ししたいかなというふうに思います。よろしくお願いします。いいね評価とチャンネル登録とぜひぜひよろしくお願いします。大友潤でした。さようなら。